4段階で描いた火星のテラフォーミングの創造図テラフォーミングとは惑星や月などの天体の大気、温度、表面の地形や生態系を地球の環境に似せて意図的に変更し地球型の生命体が居住できるようにする仮想的なプロセスのことである。テラフォーミングの概念は SF と実際の科学の両方から発展した。 この言葉は、ジャック・ウィリアムスンが1942年にアスタウンディング・サイエンス・フィクション誌に発表した SF 短編小説の中で作ったものだが、大衆文化におけるテラフォーミングはこの作品よりも前からあった可能性がある。惑星の環境を意図的に変化させることができたとしても、他の惑星に地球を模倣した制約のない惑星環境を作ることができるかどうかは、 まだ検証されていない。テラフォーミングの最有力候補は火星だと考えられている。火星を加熱し大気を変化させる可能性については多くの研究がなされており、NASA ではこのテーマについての討論会も開催されている。火星のテラフォーミングには人類の技術力で可能な方法がいくつかあるかもしれないが、現時点では テラフォーミングに必要な経済的資源は政府や社会がそれに咲くことができる量をはるかに超えている。テラフォーミングの長いタイムスケールと実用性については議論の対象となっている。また、地球外の世界の環境を変えるための倫理、ロジスティクス、経済、政治、方法論などについても答えが出ていない。通常、 学術的にも SF 作品的にもテラフォーミングの対象は他の惑星であることが多いが一部の SF では何らかの要因により壊滅した地球環境を元に戻すという意味でテラフォーミングの言葉が使われる場合もある SF の世界では一般的なアイデアであるまた現実にも テラフォーミングに関する研究や資産が発表されている。1961年に天文学者カール・セーガンが金星の環境改造に関する論文、惑星、金星をサイエンス誌に発表したことをきっかけに世界中の研究者が研究開始した。1976年にはプラネタリーエコシンテシストの題目でテラフォーミングを テーマとした NASA によるシンポジウムも開催されている。1991年には、ネイチャー誌に NASA のクリストファー・マッケーラによる火星のテラフォーミング計画に関する論文が掲載された。テラフォーミングの研究はすなわち、地球環境の研究でもあり、地球の環境破壊の修復に、テラフォーミングの技術を応用することも考えられている。 テラフォーミングされた火星の想像図を多くの点で火星は太陽系の中で最も地球に似た惑星である火星の歴史の初期には熱い大気と豊富な水を持つより地球に近い環境があったと考えられているがそれが数億年の間に失われてしまった水が失われた正確なメカニズムはまだ解明されていないが 特に三つのメカニズムが考えられている。まず、地表に水があると、二酸化炭素が岩石と反応して炭酸塩を形成し、大気を吸い上げて地表に固定する。地球では、プレートテクトニクスの働きで火山が噴火し、二酸化炭素が大気中に放出されると、このプロセスが相殺される。火星では、 そのような地殻変動活動がないため、堆積物に閉じ込められたガスのリサイクルが妨げられていたのである。次に、火星には磁気圏がないため、太陽風によって大気が徐々に破壊されていったと考えられる。鉄を主成分とする火星のコアでは、もともと大流によって磁場が発生していた。しかし、ダイナモははるか昔に機能しなくなり、 火星の磁場はほとんど消滅してしまった。その原因は、コアの熱が失われたこと、コアの大部分が凝固したこと、マントルの対流体制が変化したことと考えられる。NASA の名部ミッションの結果によると、大気が除去されるのは主にコロナ質量、放出現象によるもので、これは太陽からの高速プロトンの噴出が、 大気に衝突することによるものである。しかし、火星には表面の約40%を覆う限られた磁気圏が残っている。しかし、磁気圏は太陽風から大気を守るために一様に覆われているのではなく、小さな傘状の磁場が集まっており、主に南半球に集中している。最後に、 約41億年前から約38億年前にかけて、高気重爆撃機による小惑星の衝突が太陽系内の天体の表面環境に大きな変化をもたらした。火星の重力が小さいことから、これらの衝突によって火星の大気の大部分が宇宙空間に放出された可能性がある。 火星をテラフォーミングするには、大気を作ることと加熱することという二つの大きな変化が重なり合う。二酸化炭素などの温室効果ガスで大気を厚くすることで入射する太陽放射を閉じ込めることができる。気温の上昇は大気中に温室効果ガスを追加することになるため、この二つのプロセスはお互いに補完し合うことになる。 水の氷点以上の温度を維持するには、二酸化炭素だけでは不十分なので、特殊な温室効果のある分子を混合して製造することが考えられる。テラフォーミングされた金星の創造図、金星のテラフォーミングでは、火星の場合とは逆に、摂氏500度にもなる気温を何らかの方法で下げる必要がある。 金星の気温は濃厚な二酸化炭素による温室効果と地球より強力な太陽光が主な理由である。そのため以下のような方法が考えられている。テラフォーミングされた月の創造図その他のテラフォーミング可能な候補としては以下のような例がある。ワールドハウスとも呼ばれるコンセプトとして惑星上に人間の住める巨大な囲いを建設し、 それを徐々に拡大することでついには惑星の大部分を取り囲むように成長させるというものがある。これはパラテラフォーミングとも呼ばれる。パラは擬似的の意味である。囲いは一定の間隔で建てられたタワーとケーブル、透明な屋根からなり、その表面は高度 1km 以上に達し、内部は呼吸のできる大気で満たされる。 提案者のリチャード・テイラーは、ワールドハウスは1960年代以降の科学技術で建設可能だと主張している。ありがとうございます。